いやー、我バンパイア、我バンパイアなんだけど、ちょっと仕事しすぎちゃってさ、待って、もうすぐ朝日出てきちゃうじゃん、待って。やばい、日の光浴びると端的に言って死ぬ。やばい、どうしよう、待って。いや、ちょっと、まあ、城まで帰るの遠いんで、ちょっと我の城遠いんだよな、ちょっと。やばい、ちょっと仕事しすぎちゃ、どうしよっかな。いや、こういう時のために、さ、ちょっと僕、ポケット、ポケット棺持ってきてるんだけど、どうしよう。いや、こんなところで寝てたらさすがに殺されるような。いや、でも、いや、もう人間結構殺してきたしな、大丈夫だよな。まあ、いっか、ちょっと待って、もう死のこれ、やばい、もうやばい、明るくなってきちゃった。もう死のこれ言ってらんねえよ、もうここで寝よう、ここで。もうとりあえずここで寝よう。やばい、早く棺あげないと。おい、寝ようぜ、早く、早く。もう早く、おっさんがいるんだけど、おっさんおる？なんで？は？いや、ちょっと待って、おっさん、お前、待って、死ぬ、もう死ぬ。もう一回、もう一回、もうこれでおっさんいなかったでしょ、もう殺したし、もう本当に。もうなんであいついんで、おっさんおる？ どうもこんにちは、ピクトとおっさんです。ということで今回ですね、モッド紹介をやっていこうかなと思います。今回紹介するモッドはですね、缶桶を追加するモッドなんですけど、このモッドを導入するとですね、缶桶を追加する場所です。缶桶を追加することができるんですよ。追加される缶桶がですね、こちらのね、ストーンコフィンってやつと、ウッデンコフィンってやつ、この2種類が追加されます。で、作り方なんですけど、石の方はですね、丸石3つと、真ん中がこれ普通の石ですね。これ若干ちょっとめんどくさい要素でできた。で、丸石のハーフブロック3つ。こちらね、作ることができます。で、木はですね、結構簡単に作れるんですけど、木材、原木、木材のハーフブロック。まあ、配置はさっきと同じですね。で、このね、缶桶を作ることができます。で、まあ、この缶桶の効果なんですけど、とりあえず普通に、クラフトして、こうやってやった場合、<笑> 召喚すると、なぜかおっさんがいるんですよね、木。木の場合も多分石の場合もね、どっちにしろおっさん出てくるんだよね。これ何なんだろうっていうね。ちなみにこの、作った状態でのこの缶桶に関しては特に何も意味ないで。で、まあ、これはいいとして、ですね、このモッドを導入した状態で、死ぬとですね、なんと、ですね、これ、 死ぬじゃないですか。あ、ちょっと待って、やべえ、リスポーン地点固定してね、やべえ、怒られるやつだ、これ。こんな感じで、お墓ができます。RIP、ピクト。RIP ってどういう意味だかわかんないですけど、禁止ブロックがあって、そのね、下を掘るとですね、こんな感じで、缶桶があるんですけど、この缶桶を開けるとですね、なんと、僕が死んだということで、皆さん分かると思うんですけど、この缶桶を開けると、なんとですね、僕がいない、再起動してきました。本当だったら、ここの死体が、僕のスキンで出てくるはずなんですけど、 なぜか死なないと、一体どういうことなんだ、これは。いや、今度こそ大丈夫でしょう。今度こそ多分、僕のスキンに、お、金になってる。僕のスキンになってるはず。さあ、なんでやねん。これ、めっちゃ怖い声出すじゃん、君。何？ほんと。こんな感じで、自分の死体の箱開けると、本当はね、僕のスキンが出てくるはずなんですけど、こんな感じで、幽霊がね、出てくるんですよ、ゴースト。で、ゴーストこれ敵なんですよね、これ。こいつね、普通のゴーストじゃなくて、さっきはね、何のアイテムを持たずに死んだんですけど、今、剣いっぱい持ってるじゃないですか。アイテムいっぱい持った状態で死ぬとですね、アイテム、ゴーストがね、アイテムをね、持つんですよね。で、そのゴーストを倒すと、アイテムを回収できるみたいな。 あ、そう、あとね、死んだ時のね、メッセージ変わるんですよ。おっと、すごく痛そうだ、みたいな。余計なお世話じゃいっていう。死んでる時点でも痛いとかいうレベルじゃないからね。普通にね、ゴーストね、強いんだよね、多分。待って、ちょっと戦ってみるか。これ、2マスだったら登ってこれないんじゃね？どうなん？いや、あ、こいつ浮くのか。しかもこいつダイヤの剣持ってる。強っ。どうやら、取ったアイテムはあれみたいですね。普通に使ってくるみたいですね、あいつも。で、こんな感じで倒すと、 こうやってね、アイテムを全部回収できると。ここだったら見やすいでしょう。さあ、戦うぜ、ゴースト。ゴースト普通になんか浮いてくるから、こっから、多分来る。あ、来た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 ！痛い！ちょっと待って、お前ダイヤの剣はずるいぞ、オッケー！死んでもね、ゴーストさえ倒せば、アイテムも取り戻せると、実質便利モッドだよね。ぶっちゃけ戦わなくてもいいモッドあるんですけど。